こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国の主要7カ国 G7 首脳会議に日本と同様にドイツが反対を表明していましたが、ジョンソン英国首相がムンジェイン大統領を招待し、韓国国民たちはムンジェイン大統領が恥をかかないか心配しているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ボリス・ジョンソン英国首相がムン・ジェイン大統領に親書を送り、6月に英国で開かれる G7 主要7カ国首脳会議に韓国を公式に招待した。英国派に G7 会議を対面方式で開催するという方針を発表し、韓国とオーストラリア、インドの首脳をゲスト国家として呼んだ。ジョンソン首相は親書で、6月に英国で開催される G7 首脳会議にムン大統領をお迎えできて嬉しいとし、韓国情勢を確認したと韓民族青瓦台報道官が伝えた。ジョンソン首相は今年、全世界がコロナ、新型コロナウイルス感染症退治、カーボンニュートラル及び気候変化対応、自由貿易擁護などに邁進しなければならないとし、こうした議論に韓国の声が反映されることが重要だと明らかにした。これを受け、ムン大統領は G7 首脳会議が重要な成果を収めることができるよう貢献するという趣旨の返信を送る予定だと韓報道官が紹介した。青瓦台の主要関係者は、ムン大統領が G7 首脳会議に直接出席するという意味かという質問に、同心に成果を収めるよう寄与するという内容を盛り込んでいるだけに、そう見てもいいと説明した。これとともにジョンソン首相は親書で、5月にソウルで開催されるグリーン成長及びグローバル目標2030に向けたパートナーシップ B4G 首脳会議と関連し、詳細に感謝しながら参加を確約するとし、この会議は気候変動枠組み条約当事国総会に進む重要な道しるべとなると明らかにした。現在、政府は対面方式の P4G 首脳会議を計画中だ。それでは、ネットの反応です。イギリスの意図は、G11 が協力して中国を防ごうということだが、言って、また、空気を読めずに親中発言をしないように、どうか。言って何をするんだ。英語一言もできず、エレベーターにも乗れず、会議にも出席もできず、騒いで行っても居眠りしたりして、飛び出た目をパチパチさせる。少しだけ話して帰ってくるだろう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。